あたりチャンネル。こんにちは、あたりです。今回遊ぶのはこちら、デラックス決め技スロットホルダー、そして爆走バイクガシャット。どうもこんにちは、俺様は ACR トリプル X、 通称あたりチャンネルローダー。気軽に ACR 様と呼んでくれ。今回遊ぶのはデラックス決め技スロットホルダー&爆走バイクガシャットだ。発売日は2016年10月1日。価格は税抜き3200円。2本のライダーガシャットを収納できるホルダーが登場。ライダーガシャットを決め技スロットにセットし、必殺技を発動。付属の爆走バイクガシャットを別売りのデラックスゲーマードライバーにセットすることで、仮面ライダーレイザーに変身、レベルアップができるぞ。というわけで、仮面ライダーエグゼードのアイテム、こちらライダーガシャットを使って必殺技を放つためのアイテム、それがこっちの決め技スロットホルダー、そして仮面ライダーレーザー、これに変身するためのガシャット、爆走バイクガシャットです。さあパッケージを見よう。うん、決め技スロットホルダーね。うん、バレーザー、はいはい、こっち側決め技、そしてこっち側仮面ライダーレーザー、レベル1、レベル2、はい、そして裏、うん、よし、下、はい、開けましょう。一応ね、同時発売のデラックスゲーマードライバーとこの決め技スロットホルダーがセットになったものもあるんですけど、まあ、予約とかの関係でね、別々に買いました。さあ、出します。いつもの箱。いきます。せーの。ズル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 。いつもの板。そして、おいでます。この蛍光オレンジ、蛍光がさまあいや、これが本体。はい、で、あーこれね、爆走バイク。よし、じゃあ本体から出していこう。説明書はいい、出します。さっと蛍光グリーン、ここベルトに引っ掛けるとこね、ガシャッと入れると。で、こっちがじゃじゃん、追加でガシャットを刺そう。これをここね、ここ上からこうスッとスッ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 入ったね、スッと入る。そして爆走バイク、ちょっとエグゼードのこのマイティアクションとだいぶ形が違うよね。爆走バイクで裏側、この決め技スロットホルダー自体はね、こちらのデラックスゲーマードライバー、ここのベルト部分に引っ掛けるんですよ。ここね、フックがついてるから、フックがついてるからスッ、あれ、あ、こういう感じなんだ。しっかり下まで伸びないんだね、これね。下から見るとこれでいいのか、これでいいんだよね。で、ここね、オレンジのところに持っているガシャットを、まあこうやってね、ホルダーしておくんですよ。で、この決め技スロットホルダーと、まあ、爆走バイクね、ガシャットで遊ぶんですけども、まず、変身からいきますか。よし、ゲーマードライバーを用意したので、爆走バイクガシャット。はい、裏の絶縁シートを抜いて、ボタンを押します。せーの。チャラララララ、後ろから見るとこうやって光る、よし、じゃあ変身だ、行きます。はい、ここ光ってるね。さあレベル2、これで仮面ライダーレーザー、バイクゲーマーレベル2です。バイクの形になったね。で、この状態からこの決め技ホルダーにガシャットを抜いて刺す。
抜いて刺す。いきます、抜きます。そして決め技スロットホルダーにスロットイン、光るね。でボタンを押します。ここボタンだからね、ボタン押すよ。光ってるよ。そしてもう一度押すと、ちなみにこっち側は光らない、あまり光らない。まあまあまあこういう感じで、この必殺技を放った時にランダムで特別音声が流れると。いきます、ならない。はい、会心の一発がランダムで流れます。じゃあちょっとこれまで遊んできたね、このマイティアクション X とシャカリキスポーツ、これもちょっと決め技やってみよう。よし、爆走バイクを抜きます。マイティアクションいきます。そして決め技、行くぜ決め技。はい、ガッシュ。そしてシャカリキスポーツガシャッと刺します。せーの、うい、行きます。はい、出ました、開始の一発結構出るね。それじゃあ爆走バイクガシャットを使ってレベル3に変身しようぜ。まずはエグゼードに変身しよう。まずはレベル2に変身。はい、閉じて爆走バイク刺します。よっよっ、あれあれ、あ、逆だ逆だ。一回刺します。うん、これでいいんじゃない。あ、これ OK。なんて言ったか分かんなかったね。爆走バイクだけでやろうと、最初からやれよって思うけどね。はい、マイティジャンプ、マイティキック、マイティマイティアクション、えい。なるほどね、歌声がかっこよすぎるんだよな。はい、まあこれは完全に余談にはなるんですけども、あのゲーマードライバーの動画を出した時に仮面ライダーダブルの話を出したじゃないですか。ダブル方式みたいなね、やっぱりちょっとこう決め技スロットホルダーで遊んだ時もちょっと、あ、似てるなと、うん、思って、まあこのライダーガシャットなんですけども、こちらのね、あのガイアメモリ、これが仮面ライダーダブルが変身する時に使うアイテムなんですけども、差し込む時の認識用のボタンがこう2つあるんですよね。ここで、こっちもね2つあるんですよ。こっちが変身用かな。ここにね、変身用の認識用のボタンが1個ある。でこっちが必殺技用の認識用のボタンが1個ある。でまあここでボタンがある、ここにもボタンがある。なんかちょっとこうで、こう決め技スロットホルダーもこう刺すと、決め技とかさ、
こっちもこうねマキシマムスロットに入れるとマキシマムドライブで、どっちもこうボタンを押すと発動するとかさ、まあ似てるなっていう話でした。今日は見てくれてありがとう。次の動画に行く前にぜひチャンネル登録をしていてくれ。そうか、今回の決め技スロットホルダーを使えばライダーガシャットで必殺技が打てるのか。ああ、意外と遊びの幅は広いんだな。はい、というわけで今回はデラックス決め技スロットホルダーとそして爆走バイクガシャットのセットで遊んでみました。今後出てくる、まあ、このライダーガシャットで遊ぶときはゲーマードライバーで変身レベルアップから決め技までっていうのをやって遊んでみようかなと思っております。それではまた次回。